雷ナウキャスト雷ナウキャストとは気象庁が発表する防災気象情報の一つである。2010年5月27日から運用が開始された。雷ナウキャストの味方雷の激しさや雷の可能性を 1km 格子単位で解析し、その1時間後までの予測を行うもので、10分ごとに更新して提供される。 雷の解析は、雷監視システムによる雷放電の検知及び、レーダー観測などをもとにして、活動度1から4で表す。予測については、雷雲の移動方向に移動させるとともに、雷雲の清水の傾向も考慮している。雷ナウキャストでは、雷監視システムによる雷放電の検知数が、多いほど激しい雷としている。 雷放電を検知していない場合でも、雨雲の特徴から雷雲を解析するとともに、雷雲が発達する可能性のある領域も解析する。なお、雷の発生源である、積乱雲は急発達することもあり、活動度の出ていない地域でも、天気の急変には注意する必要がある。2008年8月19日の夕方、関東地方では寒冷前線の通過に伴う激しい、 雷雨が発生。18時頃に、茨城県水戸市や石岡市で、落雷により、火災が発生した。雷雲の移動が早いことから、被害地域は突然雷雨に見舞われた。雷ナウキャストでは、16時の時点で、関東北西部の広い範囲で、すでに発雷が始まっており、徐々に雷雲が発達を始めていた。活動度1は、次第に、茨城県にも広がっており、 17時の1時間、予報では、水戸市や石岡市付近では、活動度2以上となっており、落雷の可能性が高くなっていた。前日の通り、雷ナウキャストでは、すでに発生している雷や、今後落雷の可能性のある領域を10分ごとに、更新する。雷ナウキャストを利用する場合、常に、最新の状況や予報を確認し、避難行動につなげることが重要である。 活動度2から4は、すでに積乱雲が発生しており、いつ落雷があってもおかしくない状況である。これらが現れている領域では、直ちに建物の中など安全な場所へ避難が必要となる。活動度1は、雨雲が雷雲に発達する可能性があることを表す。活動度1が現れた領域は、1時間以内に雷が発生する。 可能性があることを認識した行動が必要である。避難に時間がかかる場合は、雷注意報や活動度1の段階から早めの対応を心がける必要がある。なお、雷監視システムはすべての雷を捉えられるわけではない。雷鳴が聞こえるなど雷雲が近づく様子があるときは、速やかに安全な場所へ避難しなければならない。また、 活動度の出ていない地域でも、急に、積乱雲が発達することもあるため、天気の急変には、注意が必要である。雷ナウキャストの提供開始 ABCD、気象庁雷ナウキャストとは、www.jma.go.jp2020 年10月18日閲覧。AB、気象庁雷ナウキャストの事例。 www.jma.go.jp 2020年10月18日閲覧。abcd 気象庁雷ナウキャストの利用と留意点。www.jma.go.jp 2020年10月18日閲覧。ありがとうございます。